自分の中で倒して勝つっていうものが一番理想な勝ち方、まあ、強さの象徴というか、それを一番分かりやすく伝えられるのがやっぱ KO だと思うんで。自分の信じる戦い方で怪物復活へ、江川勇気。狙った獲物は逃がさない。素早く的確に攻撃を当て、対戦相手をリングに葬り去る。その姿はまさに怪物。今から3年前、2019年は江川にとって最高の年となった。1月にタイトルマッチを制し、クラッシュ王者に輝くと、6月には圧倒的強さで KO 勝利、王座防衛に成功。11月に満を持して臨んだ K1 フェザー級王座決定トーナメントでは、全試合1ラウンド KO の快挙で堂々の優勝。クラッシュと K1 の2冠を達成し、 K1 アワーズ MVP を受賞。5戦5勝 4KO。 2019年はまさしく江川の年となった。しかし迎えた2020年、思わぬ落とし穴が。練習中に足を負傷し、年間最大のビッグマッチケーズフェスタを欠場。復帰戦は9月の大阪大会、ノンタイトル戦で椿原達也と激突。狙うはもちろん KO 勝利。しかしフットワークを駆使する椿原を捉えることができないまま試合が終了。まさかの判定負け。王者としての初陣は栄光には程遠いものとなった。それから半年後の2021年3月、リベンジの舞台は自らが持つ王座の防衛戦。倒すために前へ出る江川だったが、アウトボクシングに徹する椿原をまたしても攻略できず、勝負は延長ラウンドに突入。関さん、これチャンピオンがなかなか捕まえられないんでしょうね。果敢に攻める江川。しかし、1対2のスプリット判定。屈辱の王座陥落。わかんないっす。何がそのチャンピオンとしてふさわしい戦いなのか。投げやりになった時期もあった。だけどこのままでは終われない。新天地スーパーフェザー級で新たなる挑戦へ。60キロの方が純粋に自分の最高のパフォーマンスを見せれると思ったんで階級を転向しました。ここで新しいまた敵と相まみえて、というかまた自分としてもワクワクするんで。激戦区スーパーフェザー級での再出発。その初陣は今年4月、大岩達也との一戦。ボディの連打。階級内でも無類の打たれ強さを誇る大岩を相手に正面からの打ち合いを展開。返します、江川。しかし連打は大岩。しかし圧力で押し切られてしまう。どちらどちら。判定負け。だがそこにいたのは笑顔の江川だった。純粋に試合しててその楽しいっていう感情が芽生えて、あ、試合ってこんな楽しいんだって。その駆け引きなしの殴り合いで、本当はそれでなぎ倒したかったんですけど、もうそれが叶わなかったんで、もっと努力しなきゃダメだと思いました、ね。
もう打たれ強いとか関係なく誰でもなぎ倒せるようなそんな選手になりたいんで。チャンピオンタケルの王座返上を経て 9.11 横浜大会で開催される第5代スーパーフェザー級王座決定トーナメント、その出場メンバーに江川の名はなかった。いや今の自分には役者不足だと思うんで、しっかり作ってから時期にそのチャンピオンになったやつを食らうっていう気持ちで今の自分はいます。面白い勝ち方をして前が入れればよかったんじゃないかなって周りが思ってくれればそれで自分はいいです。再起を誓う江川の対戦相手は、あ、暴れムエタイマキチャーチャイ。嬉しい嬉しい嬉しい。普段は穏やかな佇まいながら、そのファイトスタイルは猪突猛進、感情をむき出しの激闘派。去年12月には K1 初参戦にしてレオナ・ペタスと激突。1ラウンドにダウンを喫したものの、ここから火がつき暴れムエタイの本領発揮。自らを鼓舞するかのような魂の叫びとともに攻め続け、レオナと3ラウンドの打ち合いを展開してみせた。試合終了、まあ、本戦終了ということになります。判定です。なのでポイントはレオナ、もう旅行やっちゃうか、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 ที่ผ่านมาชกเรียวนาเพื่อจะสื่อว่าอยากจะชกเก็บชัยชนะแล้วก็ความพันขึ้นไปอยากจะเป็นแชมป์ K1 での実績を残すには元王者江川は格好の相手。หลักๆเอาความแข็งแรงแล้วก็เอาหลายๆอย่างมีหมัดมีเข่ามีเตะครั้งนี้คู่ชกก็เก่งมีหมัดที่เขาเน้นหมัดที่มีหมัดที่เก่งผมก็จะพยายามชกให้สนุกタフな選手ですね。もう前回引き続きまた厳しい相手だと思います。今回の試合倒せれば今後60キロで自分の株が上がっていくと思うんで、今回しっかり決めて60キロ先生に殴り込みに行きたいです。スーパーファイト K1 スーパーフェザー級江川祐希 VS マキチャーチャイ。